はい、どうもランマックスです。今回ですけども、俺の相棒ということで、こちらのメタスピード LD について話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず僕自身がこの陸上用のスパイクを履くのが、約20年ぶりになります。大学の1年生の頃の夏前ぐらいまでは、スパイクを履いて、トラックのレースに出てたという記憶があるんですけども、それ以降はスパイクを履かずに、マラソンのシューズ、当時であればソーティーマジックというシューズで履いて、トラックレースも出ていました。なので、いつもこの俺の相棒シリーズでは、前作と、こう変わったとか、全然変わらないとか、アッパーがこうなったとか、ソールがこういう素材使われてるとか、いろいろ、うんちくみたいに喋ってはいるんですけども、今回20年ぶりということで、まあ、前作と比べることもできないですし、20年履いてないってなると、スパイクに関してはほぼ素人に近い状態なので、本当率直な感想と、あとこのシューズ、周りでも結構買っている人で履いている人が多くて、その人たちに、まあ仲間なんですけども、感想を聞いて、その感想を聞いた結果、僕が出した結論なども話していきます。よろしくお願いいたします。まず、僕がこのシューズを履いて、思ったことは、いい意味でスパイプっぽくない陸上のスパイクっぽくない、シューズだなというふうに思っていて、まあ、感触では結構僕は、好きな方になります。まず僕がそのスパイクを履かなくなった理由なんですけども、通常スパイクってのは前足部もう蹴る部分に、埋め込み式のピンなり、ドライバーでこうつけるようなピンがあって、そのピンがトラックタータンに、突き刺さったり食い込んだりして、まあ、しっかりグリップすることによって、スピードが余計出ますよというようなイメージを持ってるんですけども、当時大学1年生とか、高校の頃履いてた時は確かにスパイクのピンが、トラックに噛むことによってすごいグリップもあってスピードも出るのは間違いなかったんですが、なんかそれが引っかかりすぎてというか噛みすぎてふくらはぎがすぐパンパンになってしまって、当時だったら5000メートルとか、大学になれば1万メートルとかスパイクで走ってた時期もあるんですけども、スパイクのその引っかかりが大きすぎてふくらはぎがパンパンになり、結果最後まで持たなくなってペースダウンしてしまうと。でなおかつペースダウンしてしまってもう足が上がんなくなってきた、乳酸が溜まって全然足も上がんなく動かなくなってきた時に、まあ、僕の走りの癖なんですけども、疲れてない時であれば接地がふわっとある程度こう上からつくことができるんですが、疲れてくるとどうしてもこう地面に突き刺さるように、つくことになってしまって、その結果後輩になるとどうしてもつまずくことが多くて、最悪一回転んだこともあるぐらいで、なんかスパイクで思った通りしっくりくるような走りができないと。で練習ではソーティーマジック、まあこの今だったらこれ持ってるんです、こういうソーティーマジック、これ多分4年ぐらい前のモデルなんですけど、こういうシューズを履いてていい練習をしていいタイムも出てたにもかかわらず、スパイクになるとその練習のタイムよりも、出なくて練習以下の結果しか出ないという時がすごい続いてしまったので、もうスパイクやめてソーティーマジック、要するに練習用のシューズ走ったらどうかなと思って走ったら結果が出たっていうのがあったので、それ以降、スパイクを履かずに、マラソンシューズで出ていたと。まあそういう経緯があって、まあ20年間履いてなかったんですけど、今回こういうそのアシックスのメタスピード LD に関しては、まあこれの一番の特徴でもあるこのピンレススパイク、ここに一切ピンが何もない状態のスパイクなので、履いた感じ、そのマラソンシューズ、こっちのソーティーマジックとかに近いような感覚で走れたってのは僕の中ではかなり大きくて、もっとこう引っかかるかなと思ったら、いい意味で、適度に抜け感があると。なのでこう、ついた時、で、蹴った時に少しこう、本当のスパイクみたいにグッていくわけじゃなくて、ちょっとこう滑るような感じがあって、僕はこれが結構感触的には好きなので、まあ、このシューズはいいなというふうに思いました。で、アシックスの、方に、このシューズの特徴とかも聞いたんですけども、まずやっぱりこのピンがないことによって、まあ全体的に軽くなってますよと、
やっぱりピンだとステンレスなのか、まあ、鉄系の素材を使っているので、まあ、その辺が重くなってしまうんですけども、それがない分全体的に軽いですよと。確かに軽くて走ってて、足を回すっていう意味ではすごい、回すことができました。ただ僕の場合、ある程度重りというか、重い方がしっくりくるっていうのがあるので、ちょっと回るっていうよりも空回るっていう感じがして、まだまだこのシューズを履くには慣れるためにもっと練習をしなきゃいけないなというふうには思っていますが、確かに軽いです。プラス、ピンが前足部にあると、このシューズのバランスがどうしても前の方がこっちの方が重くなるんですけども、これはピンがないというところで、全体的なバランス的には、重心が前に行かないで、全体的にこう、均等に取れているというのもいいですよという感じでアシックスの方は言っていました。まあ、確かにその辺も踏まえて、走りやすかったなというふうには思っています。で、周りの、仲間にもこのアシックスのこのシューズの評価っていうのを聞いたんですけども、意見が結構真っ二つに分かれていて、まず悪い方の意見というか、あまりしっくりこない意見としては、まあ、スパイク、やっぱり僕と同じでスパイクっぽくない。なので、その、今までがっつりスパイクで走ってきた選手からするとすごい物足りないという意見が多かったです。で、いいっていう人は逆に、今までスパイクを履かずに来た選手、もしくはロードを中心に頑張ってた人がトラックに出ようかな、で、スパイク何しようかな、アシックス履いてみようってこれで履いてみたらマラソンシューズに近い感覚なのでめちゃくちゃいいですという風に真っ二つに分かれました。なのでそれを踏まえると、僕みたいにスパイクを履かずに今までトラックのレース出てたりとか、あと市民ランナーの方で今までトラックには興味なくてロードレースしか出ていなかったと、ただちょっとスピード強化のためにとかトラックのタイムをちょっと出したいなという方であればこのシューズは、めちゃくちゃおすすめですと。ただ今までスパイクでガンガン練習してきて、あの引っかかり方とか、そのグリップがすごい好きなんですよねとか、練習からスパイクでガンガン練習しています。レースもスパイクでやっていて、練習以上の結果を出すことができていますっていう方であれば、やはりこのピンがないことによってグリップってのがどうしてもピンがあるスパイクに比べるとないっていうところでちょっと物足りないなという意見が多かったので、そういう方はまあこのメタスピード LD よりかだったら今ナイキだったらドラゴンフライとかビクトリーとか出てるのでそっちの方を選んだ方がまあベターかなというふうに思います。で、あと全員なんですけど、ほぼ全員なんですけども、サイズ感が結構変わっていて、僕はこのソーティーマジックを履くときとか、あとナイキのシューズを履くときは、サイズは 25.5 を履いてるんですけど、メタスピード LD に関しては26を履いています。で、仲間内で、確認したところ、ほぼ全員、ワンサイズ上げて、履いているので、もし今後このシューズちょっと買ってみたいな、買おうかなというふうに思っている方であれば、ほぼほぼワンサイズアップするだろうなという感覚で、サイズチェックしていただければなと思います。普段 25.5 履いてるから何が何でも 25.5 履くっていうわけではなくて、履いてみて、実際にこう足の隙間だったりとかを確認した上で履いてほしいんですが、もしネットでしか買えなくて、まあ試し履きはできないというんであれば、ワンサイズ上げた方が無難かなと思いますので、その辺も参考にしていただければなと思います。今回ですね、あくまでも僕自身、スパイクを履くのも20年ぶりで、ほぼほぼ素人みたいな状態での感想なので、ほんと参考程度にしていただければとは思うんですけども、サイズ感とか、この履き心地ってのは、僕だけじゃなくて他の人も結構そういう同じような履き心地だったので、まあ本当参考にしていただければなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。